その人が言ってるのは、サイコロの駒ね、例えば20個あの駒のところに1からずっと2から7まで、あ、6までは大体分かるわな、7からずっとその中に全部もう積み込むわけです。それで子供に、見せるわけです。1から20まで、例えば、まあ、100でも何でもいいです。もう一応は、まあ、分かりやすいところの組で20までしてもう見せるわけです。それでそれをそのまま今のさっきのああいう状態で覚えさせるわけ。でそれで要するにその1出せば、まあ、当然1って答えるわな、10出せば10って答えるわけ、そう、15出せば15ってちょっと答える、15と16の差どう見る。でも15出したら15さっと答える、17って出したら17ってさっと答えるわけ。大人にそれをやらせたら、大人はまあ6つぐらいは大体ないと境にから7つぐらいまでは即出されたら即答えられるかもしれんけど、11ってもうポッと出されたらこの子どう答える、答えもう合わせるのには合わせはないですよ、数える前に時間かかる。どうも合わせるんですよね、1から100までなんですよ、うん、どっちカードって言って使ってたんですけど、それぐらいの紙に1から100まである、うん、原理は、原理は今言うそういうことなんです。それが100でも1000でもいいわけですよ。要するにまあ一応一つの例として20なら20で、まあ、大人の方がやったら100まで言うともう 頭飛んでしまうんだけど、20ぐらいならね、大体実感的に17とか16とかどうあれするか見たって分かるわけじゃないというところを感じてほしいわけ、そこの意味をな。これが即っていうことなんだ。だからその即ということの意味合い、意識即ということ、そういうことです。間がないということになる。考えとる場合は必ず一瞬時間は流れます。思考を持ってる場合は、測る場合は、自我を持ってる場合は瞬時にいくらか出てはなくなるんです。悟りっていう形のその下脱っていうのは要するにその見るっていうことやから、見たのとそっと言うとそのまま一つになるってこと、体得するっていうこと、体で得るっていうことを一つになっとるっていうこと。それでそういう即という形の中で愛すれば深いということであって、深いということはそれだけ真理に近いし、真の生き方、真の幸せの生き方、本当に人間としての生きる道に相当相当という感覚をつかんでるし、生き様がやできとると、または物の理解の仕方ができできるという意味を指しています。何時の種々の運意に従って、皆さん方のいろいろな運意というか生活って言っていいです。仕事もあるし、子育てもあるし、会議もあるし、いろんな形で運意というか生活ってことです。に従って、長根転結、まあ、これは飛んだり跳ねたり、まあ、寝そぼったりという形、これも生活ってことです。いろいろ変化ってことです。でもことごとく崩壊を入れる、崩壊を入れるというのはさっき水の魚とかの水のが言って、人間においてはこの法の世界、神羅万象の世界を出ることはできない。もし崩壊をもって崩壊に入らば、崩壊を持って崩壊に入らばということは、崩壊を持つということは崩壊を理解してってことです。この世の中をもうわしも要するに過去、もう善とは何や、悪とは何や、生きるとは何やと、自分とは何や、人とは何やと、仕事とは何やと、生きるというまた死ぬことは何だ、死んだ後はどうやとか、それを精一杯理解しようって、正しく理解して徹底的に考えて考えて考え抜いた、その活動が崩壊を持って崩壊に入ろうとしとった努力なわけや。
なぜそうなのか、言葉とか知識とか記憶とか頭の良さとかそういうものをでそれを理解しよう、分かると錯覚するから。それをやればやるだけ崩壊というのは、要するにこの世の中ですわ、諸行って諸行が無常になろうってますますはっきりと見えてきて、ますます生きるのは嫌なんだけど、頭でっかちへりくつこぎ、いやただわしの場合は単に学問上のへりくつこぎじゃなくて、もうちょっと生きるっていうことの命を根底としたへりくつこぎのところがあったら、まあもうちょっとまあマシなところもあったけども、単なる学問上のへりくつこぎはもう手も足も出ません。ああいやこういうこういうああいうで、とにかく理屈のもう通らんようなへりくつを出してくるっていうのは、今の官僚みたいな政治家もそうやし、もう生きとったら分かる、何でも話生きる価値ねえもの。まあこの場合はもうちょっとその生きるというか命というかな、そういうものをもっと人生というものを真剣に、こりゃということを分かって、本当にそれでもって今この死ぬ生き方をしたい、幸せな生き方をしたい、人生を全うしたいという、それが要するに崩壊をもって崩壊に入ろうとする中努力や、皆さんそうするわけや。それでその途中で大体分からなくなって、わしはたまたま、まあ、生き延びたけど、大体途中で自殺するんですよ。あったらそれが多いんです。そうしていけば、それも要するにやむをえん真面目な努力をしとる、あの人物ということはそれとしては認めるところも一種あるけども、もっと早くわしは分からせてあげたいと思うの。当然といらんというかね、それ いくらかはそれ考えのうちを時間いうかね、経過は必要です。考えるということはどういうことかということ、計画するということね、自身で減量するということは、測るということ、考えるということは本当の意味ではどういうことなのか、実に虚しいものであり意味のないものやということを体得する時間が必要なわけ。ただわしの場合は長い、あんまり長いっていうのはそれだけ間違いなくますます苦しむっていうので引かないわけやから、もう完全に知人になるわけやから、だからできるだけそれは短くしてあげたい。でこういうところの中で早めに分かって、で卒業して、考えるということを、自分で測るということを、よしよしを決めつけるということは、いかに自分を苦しみ人を苦しめることかいうことを早めに理解して、でより効率のいい効果のあるそっちの方に方向目を向けて探求していってほしいというか、成長していってほしいというか、いうのがわしの願いに、というのはその間の苦しみったら言葉で表せん苦しみです。はっきり言ったらもう今もあれがなければ、まあわしもここまでなかったやろうけども、けどもう二度とあんなことしたくないもうごめんこむそれくらいにつらいもんです。もう本当に次の日はわしは自殺するっちってもう決めてぐらい腹くくった時はあっかるなそれくらいつらいもんです。だからできるだけそういう形のものを少なくして、早めに言葉を考えるということを、自我を持つことを、自分で押し上がるということ のいかにその苦しみの材料を我がで作って、我がで首締め、でまた人にまでそれを愛して、またそれ結局それそのもの自体がまた社会をダメしていっとる、また人間の本当の幸せというものをなくしていっとるというところをの中で、まあ一番端的には自分がそれだけ言ったりできれば、周りも少しは恩恵こむるやろうさかい。およそ
聖あるは皆崩壊心をいでず、何をもってのゆえに身体はこれ崩壊なるがゆえなり。およそ聖というのは、要するにその、まあ、生活です。または考えること、やること、なすこと、行動すること、しないこと、生きること、死ぬこと、失敗すること、成功すること、あらゆるそういう形の中でのその良いこと悪いことやな、全て崩壊心を入れず、崩壊というのはさっき言ったような水の中という形でね、からまた水の中であると同時に 全全ての世界、もうちょっとこういう言い方、とりあえず水の中で愛して、水の中でなら水の中を電ということにしといた方がいいかもしれない。その方がもう少しは分かりやすいかもしれない、まあ、ちょっと流れとして。どう説明した方がいいかな。まあ、崩壊というのは要するにさっき言ったように、この神羅万象のこういう現象の世界であり、変化の世界であり、この見た目の形のこの有形の世界やな。けどその有形の世界そのもの自体はそのまま神という心という形の、この神は個人的な一個人の人間的な神を言うんじゃなくて、仏神というなり、またはその全てのを含んだ法王というその心というふうにちょっとつなげていったらって理解した方がいいかも。